それでは次のシーンをご覧いただきたいと思います。どうぞ。私に自由な未来を与えてくださって本当に感謝しています。ありがとう、アラジン。あ、やめてよ、マルさん。僕もだけど、アリババ君もお礼なんかいらないって言うと思うよ。だってアリババ君はそういう優しい人だからね。僕も早くアリババ君に会いたくなっちゃったな。会えますよ、この道をたどれば。うん、そうだね。やあ、君たち、今日はいい天気だね。私に任せてください。あ、いや、違うんだ。話を聞いてくれ。私がやります。服を貸してくれてありがとう、アラジン。俺の名はシン。バルバットへ向かう途中で泥棒に身ぐるみやられてね。そっか、ごめんよ、おじさん。どうも僕は砂漠越えのせいで危険なものに敏感になってるようだよ。はい、いやー、やっぱり何度見ても笑える落語みたいなシーンですよね。本当にびっくりでございますけども。はい、さあ出なさい、出なさい。いいでしょう。いやー、こんなものがあります。バカな、そんなバカな、ジャーマルからシンドバットへ。シン、よろしくお願いいたします。心配ないさ。違う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 、面白いけど違う。ああ、なるほどなるほどなるほど、ナイスチームプレーでございます。それでやるんですか。あのでしょうね。本当に、あの事務所レベルで大丈夫なのか僕にはちょっと判断がつかないんですけども。大丈夫。大丈夫だ。うちも大丈夫です、うん、大丈夫ですね。社長がいいって言うんですか。だから大丈夫なんでしょうね。ありがとうございます。うちは大丈夫です。助かります、ありがとうございます。さあ皆様、あのそこばっかり見ないようによろしくお願いいたします。それでは脱出目指して最後の挑戦、名シーン生アフレコスタート。私に自由な未来を与えてくださって本当に感謝しています。ありがとう、アラジン。あ、やめてよ、モルさん。僕もだけど、アリババ君もお礼なんかいらないって言うと思うよ。だってアリババ君はそういう優しい人だからね。ああ、僕も早くアリババ君に会いたくなっちゃったな。会えますよ、この道をたどれば。うん、そうだね。やばいぞこれ。いやあ、久しぶり。俺だよ、俺、アリババだよ、アリババ。蹴り飛ばします。ええ、ちょっと待ってくれ。モンスターかもしんないよ。アリババだって、アリババだって。福岡してくれてありがとな、アラジン。いや、俺もびっくりしたよ。あの朝起きたらこれ成長してたね、これね。あ、腹筋割れちゃってたんだよ、マジで。そうなのかい、おじさん。どうも僕はただの変質者にしか見えないよ。拍手、拍手、皆さん拍手。いやいや、あ、あ、大丈夫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 だ。あ、じわじわと。おお、もうちょっとで 50% です。いやー、かおりちゃん、あれはね、全部ね、おのくが悪いんです。そうだね、そうだそうだ、俺が悪い。本当にごめんなさい、反省している。すいません。でも後悔はしていない。あー、名言ですね。と
中から葉っぱずれてましたこんにちはしちゃってるっていうね。あのね、あの直そうと思って正面見ると小野のケツが目の前にある耐えられなかったちょっとね、きつかったんだよね笑いそうでですよね。いやもう本当に素晴らしいチームプレーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやまだまだございます。まだまだございますよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のたくさんの拍手が着々と、脱出に向けて、ポイントを稼いでおりますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは次のシーンをご覧いただきます。どうぞ。手に入れてみせよ貴様。貴様が選んだ王の器も全て我らの闇で染め上げてくれる。それは無理だろ。専属機バララーク空間。専属機バララーク空間。これはまさか。なぜだ、なぜ貴様のような男が存在している。長くいる進路だと。ということで、はい、出演している皆様はマイク前にどうぞ。いいでしょう。葉っぱ持ってくんですね。葉っぱ。多分もう強くなれるんでしょうね。葉っぱを持つと多分。俺の力はいるかな。ジュン、ここはいい。どうやら。ちょっとまだ気持ちが読み取れないんですけども、やる気え？決めます。やります。どっちに。まあちょっとそれじゃやってやりますよ。やああそっちか。はい、わかりました。やってやる。それでは名シーン生アフレコスタート。手に入れてみせよう貴様も。貴様が選んだ王の器も全て我らの闇で染め上げてくれる。それは無理だな。うん。専属機バララークカウンター。専属機バララークセイ。これはまさか。あれ、なぜ貴様のような男が存在している。神様。神様どういう気持ちですか。シンドバッド。バララークなんとか。それでも発動するのか。はい、皆さん拍手お願いします。